ちゃん。ちゃん。どこ。ちゃん。さっちゃん。どこいるの。外にいるの。どうやって外行ったの。さっちゃん、どうやって外に行ってきたの。どっから出て行ったの。どっから出て行ったの。帰ってたの。泣いて帰ってた。なんでどっから出て行ったんだろう。さっちゃん、どこ行ってたのよ。濡れてるよ、背中。あれ、虫探してる場合じゃないよ。虫探してる場合じゃないよ、さっちゃん。濡れてるじゃない、背中。どこ行ってたの？あ、濡れてる、濡れてる。どこ行ってたの？どこで泣いてた？やっぱり泣き声やったんだ。気がついてよかったな。そうや。外行っちゃったの。外行っちゃったの。長いこと言ってたの？今何時？泣いてた？泣いてた？なんかおかしいなと思って。これでちょっと拭くわ、このタオル。よいしょ。拭かないと、さっちゃいつから行ったんやろ。いつからお外行ってたの？びしょびしょだよ、背中。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった、さっちゃん。大丈夫か。全然大丈夫ね。お腹空いたの？ちょっと待っててね。一緒に上がりましょう。上がってきちゃったから。もう上がろう。これ電気消して。ね。ここも消して。ちょっとここはつけとくわ。あとでもう一回。さっちゃん、何かどっから出たのか分かんないから。どっかの2階の窓かな。窓開いてないもんね。開いてないはず。どこ開いてたんだろう。さっちゃん、どこ開いてたの？開いてない。こんな、風。さっちゃん、トイレしたからね。朝から、昨日の、閉じ込められて。こんなとこから開けたんだ。まあ、よかったけど。下のどっかからだ。ずっとずっとあれかた。ずっとずっと外行ってたのかな、この雨の中。ねえ、ずっとずっとお外行ってたの？あ、さっちゃん。エアコンつけようか。エアコンつけたらあったかいから。はい、エアコンつけるよ。エアコンつけてもそっち食べるの？
なんか食べる？スーちゃん、いつから行ってたんだろうね。外に。長いこと行ってたのかな。なんか空いたの？濡れてるもんね、体。濡れてる。ねえ、寒い。あ、いっぱいなんかついてる。猫槌ついてる。さっちゃんおいで。さっちゃん。猫槌も取らないと。猫槌ついて、あ、こっちおいで。こっちおいで。猫槌取ってあげるわ。ちょっとここお腹に。ほら、いっぱいついてるここ。いっぱいついてるよ。蚊がいるね。まだこれ蚊がいるね。虫よけもつけとかな。あかん。まだ。こんなにいっぱいついてたよ。じゃあ猫づちつけてきたよ、ちっちゃいね、この猫づち。ちっちゃいね。ついてない？つけてない？ついてないか。なんだっけか。さっちゃん、さっちゃんずっと早くに出ていたんやろね。何時間も帰ってきてないような気がするな。さっちゃん、ちょっとね、まあ食べとくか。暖房もちょっと強くしてもらう。暖房強くしてね。そうでないと全然温度上がらないもんね。部屋の温度が19度やね。はい、食べる？さっちゃん、もう朝ごはんやね。もう朝ごはんだ。朝ごはん食べるか。もう朝だ、もう6時過ぎてる。6時過ぎてる。はい、じゃあこれ食べよう。はい、これ入れてあげよう。はい、ちゃんと。食べておいて。ちょっと、そんな外に行ってたら、展示の窓なんかしてるわけじゃないだろう。ちょっと見てくるわね。もう閉めちゃったかな。入ったのかな。ちょっとしてるね。
で。さっちゃん。さっちゃん。はい、来た来た。おかわり言うてあげよう。食べたの、綺麗に食べたね。ちょっと今点検してたんだけどさ。じゃ何も悪いことしてないけど、障子破いてるところ、ちょっとみっともないの見えないようにしとかないとと思って。ね。食べといてね。もっと食べられるでしょ。これほな、これもうちょっと入れといてあげるわ。これもうちょっと入れとくから、これ食べといて。はい。お水も飲んでね、ちょっと。もう寝なさい。こっちこっち。さっちゃん。食べたんで、もうちょっと入れてあげよう。もうちょっと全部きれいに食べたから。眠そうな顔してるよ。ね、お部屋で寝た方が、寝た方がいいよ。おじいちゃんに挨拶するの忘れちゃった。おじいちゃん、おはようございます。さっちゃん、夜中に。窓の網戸が破いてお外行ってたみたいです。でも朝6時前になんか胸騒ぎがしてというか、なんか鳴き声が外で聞こえるような、なんかかすかな声が聞こえたような気がして、何か展示のものを触ってないかと思って下に降りたら玄関先から泣いてね、玄関から帰ってきました。犬小槌つけてね、雨いっぱい降られてね、背中濡れてたもんね。でもちゃんと怪我もせず無事帰ってきたから何よりですね。さっちゃん長いこと遊んでたんやろな。網戸を寝るときに、そうやね、下で寝てたからね、下で寝てたから気持ちよさそうに、そのままおばあちゃん上がってきて、それでちょっと泣いたけど、あれだもんね、
泣いてきたけど相手してあげへんかったからかな。そうやね。それで網戸のところでガタガタしてたんだよね。開け出られないと思ってたけどね、網戸になってたら出られるわよね。そりゃね、さっちゃん網戸のままにしてたんだもんね。きれいに食べたね。ねえ、うんちもしたもんね、昨日朝ね。あの、2階の部屋の、あのトイレでね、あの、準備してる間、朝の間ね、搬入の時に、あの、飛び出しそうだったからね。おしっこもしたしね。昨日の朝からおしっこも、あの、うんちもしたから、もしか、あの、この2階の部屋にいてないといけない時も、さっちゃん大丈夫だもんね。できるもんね。いられるもんね。これ舐めよ。これ舐めよ。早く入れたって。はい。デザートね。はいはい。これ舐めてください。じゃあよかったね。じゃあよかったね。ね、うるこさんね。よいしょ、はい、どうぞ。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 え、おいしいね。ねえ、さっちゃん、はい、どうぞ、はい、どうぞ。美味しかったね、うん、ごちそうさま。あとはちょっとあの寝ないとね。さっちゃん、もう寝なさいよ。閉めちゃってるよ。下降りると思う。下降りてどうするのかな。ちょっと見てこよう。見とかないと。どこ行くのかな。ここで寝るのかな。さっちゃんに夜ここで寝てたんだもんね。気持ちよさそうにもう寝てたから、おばあちゃんそのまま2階に上がっちゃったからね。ここがいいの、ここでいいの、ここでいいの、ここが落ち着く。朝ごはん食べたしね、ここが落ち着くのね。6時半だ。だね。ね。あちゃんどっかで寝てね。お子さんね。眠そう。眠いね。寝てね。ベッドで。あちゃん。どっかベッド入って寝なさい。好きなベッドに入って寝なさい。ね。Mm-hmm.
寒いね。